はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたら、おやすみなさい、夏芝です。今回なんですけれども、めちゃくちゃ久々の実写動画となっております。ラジクールさんの案件以来ですね。実写久々すぎてさ、ちょっと準備にめちゃくちゃ時間かかっちゃったんだけど、今回はですね、1週間前からもうめちゃくちゃ告知してた重大発表のお時間でございます。実はさ、3月くらいに重大発表がありますっていう風に配信でね、ちょこちょこ言ってたりしたんだけど、ちょっとね、いろいろ準備がありまして、この4月になってしまったんですが、やっとね、みんなにお伝えできるということで、めちゃくちゃ嬉しい。ごちゃごちゃ言ってもあれだと思うので、実際皆さんに見てもらいましょう。夏芝、なんと、丸々になります。ドン。2D イラスト化しました。しかもね、ただイラストになっただけじゃなくって、そのイラストが動くっていうね、まあ、VTuber なわけじゃないんだけど、私の化身みたいな感じで配信とか動画にずっとねいるって感じです。はい、こちらが重大発表ですね。もう今までさ、事務所入る時とか、あといろいろ重大発表あったりしたんだけど、今回はね、もうスタイルがガラッと変わるってことで、私のこの活動の中で一番の重大発表だったんじゃないかなと思います。続きましてですね、なんでこういうスタイルにしようと思ったのかっていう理由なんですけど、シンプルに私が 2D イラストが欲しかった。めちゃくちゃ可愛い。でね、私の今までの配信スタイル、動画スタイルってさ、基本的にさ、ゲーム画面オンリーだったと思うんだよね。なんだけど、最近もうすごい時間のね、配信をミルダムで行ってたりして、もうちょっとね、なんか色つけれないかなと思ってた結果、こうなりました。なので、ここからの動画配信などにはね、基本的にあの子がいます。私の化身としてね、そこにいてくれてると思うので、ぜひ皆さんめでてやってください。お願いします。あとさ、コハちゃんとポンちゃんにさ、 2D イラストにちなんだドッキリも仕掛けてるのでね、そちらも近日動画上がると思いますので、よろしくお願いいたします。今回さ、珍しくソファーで撮ってみたんだけど、カービィの量がすごくって、でもすごい幸せです、この空間。来週にはイーフトも始まるってことでね、もうこれもすっごいワクワクしますね。やっとかって感じで、めっちゃ跳ねてる。ここなんかさ、せっかく髪伸びてきたのにさ、ちょっとボブにしてくださいって言ってボブにしてもらったら、めっちゃ跳ねるんだよね。まあ、そんなことはどうでもいいとして、私は 2D 化するってよっていうご報告動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いいたします。それでは、またね。バイバーイ。